F1 への新たなアプローチが浮かび上がり、ダニエル・リカルドは、2023年シーズンへの復帰を果たすための熟慮深い考えを共有しました。リカルドの旅は、マクラーレンとの別れから始まり、サイドラインでのスタートを経て、サードドライバーとしてレッドベルに復帰するという、ユニークな経路をたどりました。シーズン半ばには、さまざまな波乱があり、彼は、ニック・デ・フリースに代わって、アルファ・タウリのドライバーシートに座り、競争心を再び燃やしました。 レースのスポットライトに戻ることは、オーストラリア人ドライバーにとって、エンターテイナーとしての一面と、献身的なレーシングドライバーとしての一面の微妙なバランスを保ちながら、検討を促しました。確かに、レース以外のことについては、多くのことを削減しましたと、彼は F1 公式ウェブサイトで述べています。スポーツ以外にも、まだ興味があり、楽しんでいますが、多くのものは最小限に抑えました。私は、本当にそうしようとしているだけで、 いつもそうだったと思いますが、明らかにレースを優先しています。今のカレンダーとスケジュールを考えると、休みが少しでもあれば、その後は、ジムにいるか、足を上げて、次のレースに備えて回復しています。この仕事以外のことをいくつか優先させたいと思っています。特にスポーツが成長していく中で、少しずつ得るのは簡単ですが、失ったとは言いたくありませんが、本当に、たくさんのことが起こっています。できることはたくさんあります。 どれも本当にエキサイティングで、楽しいです。そして、私はもちろん、それらのことが大好きです。なぜなら、それは、明らかに新しい経験であり、素晴らしいことだからです。しかし、年の初めに休暇を取ったことで、おそらく、自分が時々やりすぎているだけであり、おそらく、自分の体や回復、その他すべてのことに関して、自分自身を優先していないだけであることに気づいたと思います。時間的な言い方ですが、 そこに集中しようとしているだけです。コメント、いつもながらのコメントですね。私は、リカルドファンではないですから、厳しい見方をしてしまいます。特段いい結果を残せているわけでもないのに、いろいろ情報発信。それも、あまり内容がない。今回もやりたいことを我慢して、レースのために備えてるみたいなことを言ってますが、レース復帰直後に、体を鍛えると言いながら、お忍びでバカンス休暇を取っていたところをすっぱ抜かれた後のザントフォールトの骨折。 何やってるんでしょうね。私はリカルドの生き様が現行不一致の典型だと思います。レーサーで聖職者ではありませんが私の基準からは外れています。